西上田駅は、長野県上田市か塩尻にある、品野鉄道、日本貨物鉄道品野鉄道線の駅である。上田市の中心部にある、上田駅の一つ西側の駅で、同市の塩尻地区に位置する。長野県内の軽井沢駅と篠野井駅を結ぶ、鉄道路線、品野鉄道線の中間駅で、品野鉄道の旅客駅という側面と、JR 貨物の貨物駅という側面を合わせ持つ。 品野鉄道線は全線にわたって品野鉄道が施設を保有する第一種鉄道事業者で西上田駅と篠ノ井駅の間では JR 貨物がそれを借りて列車を運行する第二種鉄道事業者となっているもともとは高崎駅と新潟駅を結ぶ新一本線の駅で1987年の国鉄の民営化では 東日本旅客鉄道と JR 貨物に継承されたが、1997年に新越本線の一部区間が品野鉄道に移管されたため、JR 東日本に代わって品野鉄道の駅に移行した。1920年の開業で、1956年までは北塩尻駅と称した。島式ホームと単式ホームの2面2線を有する地上駅。 ホームは、湖泉橋で連絡している。品野鉄道の社員配置駅で、営業時間は7時40分、8時40分。駅舎には、自動券売機が設置されている。着発線へ移動する多記車。右奥にあるのは、住友大阪セメント西上大スエスに隣接する、生コン工場現在、JR 貨物の駅は、臨時の車扱い貨物の取扱い駅であり、 定期貨物列車の発着はない。かつては、駅の東に隣接して、日本オイルターミナルの輸送所があり、輸送所の2役線が、旅客ホーム南側の側線から分岐していた。輸送所への石油は、浮島町駅に隣接する、東年ゼネラル石油川崎製油所から輸送されており、川崎貨物駅と当駅の間で1日1往復の専用貨物列車が設定されていたほか、 季節運行の臨時列車の設定もあった。これらの輸送は、上田営業所の営業終了により、2011年3月をもって終了した。駅西側には、住友大阪セメントのセメント放送所があるが、かつては、この放送所へのセメント輸送も行われていた。大見駅からのセメント輸送が2001年3月に、終了した後も200設備の建物が残っており、 校内入れ替え用の機関車の車庫として用いられている。1970年及び1983年の専用線一覧表では、住友セメントの他にも三井物産石油の専用線が記載されている。校内の入れ替え作業は、JR 貨物グループの JR 貨物、新州ロジスティクスが受託していた。 年間乗車人数及び1日あたりおおよその平均乗車人員は次の通り。上田市の統計によれば、年間の貨物の取扱い量は以下の通りに推移している。西上田駅スタンプは、小さが多群青木村にある大宝寺の国宝見えと駅から最寄りの国宝文化財となっている。西上田駅、ありがとうございます。